ツーザップです。あ、ちょっと二人も楽なんで、ツーザップですって。やってもらっていいですか？よし、じゃあ僕こう、合図するんでね。はい、行きまーす。はい、ツーザップです。はい。はい。今日はですね、キックボクシング、女子キックボクシング界の、ちょっと注目の姉妹、楓選手と、今井選手が所属する、レジェンドジムさんに、はい、お邪魔させていただきます、はい、ちょっとお二人にいろいろとインタビューさせてもらえればなと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまずですね、キックボクシングを、年齢とか聞いた方がいいんじゃないですか？あ、そうですね年齢お願いします。高校2年生16歳です。高校2年生16歳高校3年生、18歳です。お姉さんと妹、3年生と2年生、はい、1歳違い、はい、1歳違いはい、で何歳の時からキックボクシングやってるんですか？小4、小5、小4ぐらいです。小4、小3ぐらいです。ん、小4、小5ぐらい。小4、小5ぐらい。あれ、ん、どこどこどこ、お姉さんだ。そう、これで。そう、これで。最初からキックボクシング。最初からこちらで。はい、なんか始めるきっかけは。お兄ちゃんがやって。お兄ちゃん。はい、お兄ちゃんは今は。今は二人で。はい。やってて。はい、二人だけ続けてる。あ、そう、あ、妹が一人いるんですけど、はいはいはい、中1の妹なんですけど、今ですね。え、妹さんもじゃあプロ、ね、目指してて、なんか目指してるとは思ってました。ちょっと試合とかも出てる。アマチュアの時は、何戦ぐらい試合したんですか？30戦ぐらい。30戦回戦60戦。60戦あれあれなんで1年、自分は、あ、自分は、はい、あんまり試合に出たいと思いました。ああ、試合したくない。あんまり試合はいい。コーチ。あ、試合が。はい、私は出ないと思ったんですけど。はいはいはい。出ました。出ました。はい、逆にじゃあ、試合を出たくて、好きで試合が。はい、60戦。戦績とかどんな感じですか？いっぱいだけってやばいですね、すごい。そして楓選手は大体ね、大体50勝6敗7とか。成績すごいですねで今2人ともあれですよね、プロじゃ負けなしで西君あれですね、今、覚えてますよ、大丈夫です。3勝1分けですね。で、2戦2勝ね、そうですね。で、今度、S1 一番の前回の6月だと流れちゃったんですけど、多分予定では9月ですよね。9月ですね。これですか、はい、先ほどですね、はい、9月です、はい、で、こうチャンピオン3人出る中で、こう、チャンピオン、抜擢ですか？大抜擢。大抜擢。チャンスですので、なんか、意気込みとかあれば。はい。ないですね。ないですね。一回取ってば、チャンピオン。頑張ろう。なんか、出るなって4人、一応まあほぼ決まり、なんか選手の中で、そうですね、一応決まってはいるんですけど、はいはい、まあ、ちょっと1名がそのスケジュールの都合でもしかして変わるかもしれない。まだそこはまだ正式ではないので、一応4名決まってますね。3名は、まあ、ジェネットのチャンピオン女子2人、ミネルバの、そうですね、ミネルバと WBC チャンピオンのサボ選手と、もうチャンピオン3人ですからね。なんか意識する選手とかいたりしますか？同じ階級のランキングに入ってる
階級のチャンピオンの佐藤選手は一番ねえ、トーナメントだから、もしかしたら初戦でやるかもしれないし、勝っていけば、向こうも勝てば決勝でやれるかもしれないし、テンションやばいですね、テンションは。モチベーションは高いですよね。今はモチベーション低いかもしれないですけどね。今このこうあれちょっと緊張してる、ね、緊張してますか。大丈夫ですよ、そのくるくるパーなんで。いや、緊張してないです。そういうことにちょっと、そうですね、緊張されてますね。なんかどうですか、そのプロでやってみて、なんかアマチュアとの違いとか、なんか感じることとか。強さとか、ダメージとか。ああ、次の日とか。緊張とか。ああ、やっぱ30戦とかしてても、プロはまだ。スタミナです。ああ、疲れ方が。ああ、なるほど。解説選手はどうでしょう。緊張してる。いや、岩井選手はなんか意識してる選手とか、戦いたい選手とか。やっぱ、チャンピオンですよね。鈴選手、一回当たりかけたんです。お、当たりかけた。怪我しちゃったんで。ああ、今選手。はい、なので、当たらなかったんですけど。はいはいはい。やってたら当たると思って。このまま勝ち続ければ、ね、向こうがチャンピオンにいれば、ね、当たりますからね。ちなみにお二人の中、得意技とか、得意技蹴りとか。ストレートとドロー。ストレートドロー。なるほど。解説選手は。ミドルキックと。ミドルキックと。あ、違うんですね。はい、なるほど。ちなみに、この、普段って練習って、どんな感じで、二人。あ、みんなで。ああ、いいとこですね。はい、うん。わかりました。なんか、太陽光さんから何かあれば。そうですね。やっぱりこの間の試合、鶴谷さんも見てもらったと思いますけど、まあ、今里選手は元世界チャンピオンの山本優乃香選手と。で、楓選手は、雅美選手と。ね、まあ、今里選手の場合結構、すごい激しい試合だったんでまあもっとねこう蹴ってってほしいかなと思ったら真っ向打ち合ってたんでまあちょっとその辺はこうなんでしょうかね、気持ちの部分が出ちゃったっていうかですよ、ね、だからちょっとまあもったいない試合だったかなと思いますよね。でやっぱ楓選手はもう本当にムエタイテクニックね、まさかあんなに翻弄するとは思わなかったんで、まあ、今回僕も推薦して、ね、今回 S1 出てもらうんですけど、なんで笑ってんですかね、鶴谷さんね。いや、でも緊張しますね。はい、まあ、すごく強い姉妹だということで、ただやっぱ謎に包まれてるんで、いろんな人から聞かれるんですね。どんな姉妹なのとか、まあ、僕もミネルヴァで日本中回ってるんですけど、いろんな人にはどんな練習してるのかなとか、どんな人たちなんですかとか、結構女性の聞かれますね。だから今回、まあ、こういうね NJKF 非公式ではありますけど、こういうね、くるくるパーの鶴谷君のあ、カットするの、カットしないで、カットしないで、まあまあね、こういう鶴田君のね、ここでちょっといろいろ見せてもらいたいと思いますね。もらっちゃいっぱいね、すごいですね、うん、ちなみにどなたに負けたんですか。いっぱいは、いっぱい、結構有名な、まだですか、うん、まあ、男の選手ですよね、はい、男、はい、ちょっと待って、じゃあ女子にはアマチュア時代は、ま、あ、今もか、まだ負けてない、はい、初めて登場してトーナメントに出た日に、そのトーナメントはもう男女、あ、男女混合でした、男の選手がいて、はい、そのトーナメントの何回戦ぐらいだ、1回攻めるとしました。ちょっと緊張してて、あ、初めての時より緊張してて、ちょっとでも男性男の子ね、はい、有名な選手ですよね、はい、アマチュアでその選手にしか負けてないってことですよね、はい、すごいですね。じゃあまだ女子に負けなしということで、すごいですねはいはいはい、わかりました。なんかじゃあ最後何かキックボクシングファンの方に何かあればはい、お願いします。これからどんどん試合に出て強くなって
有名になりたいと思うので応援してお願いします。ということで、はい、じゃあインタビューはこんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。